今度はあのリハッキューっていうところで、あの田原総一郎さんとあのドワンゴ川上さんと僕で3人で話をするっていう動画が上がると思うんですけど、あの討論系の番組で成功したの、長期間成功したのって結局田原総一郎さんの作ってる朝生だけなんですよ。でまあ一応その、 あの橋本徹さん、大阪元府知事、大阪元市長の橋本徹さんがやってる番組とかもちょこちょこあったりするんですけど、やっぱりその長期間ずっと成功し続けたものって田原さんでやってる朝生しかないんですよ。でそれがなぜなのかっていう問題で、要はそのみんなが討論好きだよねっていうのであれば討論番組他のも成功するはずなんですよ。でも田原さんの討論番組だけが成功して他のものは結局長期間続かないんですよ。なので基本的には討論というのは人は好きではない。ただ田原さんが演出したエンターテイメントに関していくと面白いと思われるっていうのがあると思うんですよね。テレビタックルはね、あの北野武さんがあの要は討論をさせようとしてないんですよ。なのでサンジャポとかテレビタックルとかってあくまでその司会が頑張らないですよね。なのでその場の旬のニューステーマを持ってきて、でその場でコメンテーターが喋るっていう、まあそのアベプラだったりとか他のワイドショーと同じ形態なんですけど、その司会の人がちゃんと仕切っていくのっていうのが多分田原さんだけなんですよ。っていうのでいくと、多分その討論自体というのは人はそんなに好きじゃなくて、そこをエンターテイメント性をどう作れるかっていう、視聴者はこういうのが好きだよねっていうところで適当なことを言えるっていうのと、あとその田原さんの何するかわからんっていう、そこのなんか未知なところっていうのが多分重要で、